バイオレンスは、アメリカ合衆国出身のスラッシュメタルバインド、サンフランシスコ産のスラッシュメタル、ベエリアスラッシュの第二世代目にあたるバンドの一つ。主要メンバーが、同国のバンド、マシーンヘッドに参加しグループは消滅。2000年代に短期関西結成をした後、2019年より、再々結成を果たす。フィル・ディメル2009年1985年、フィル・ディメルを中心に結成。 その後、メンバーチェンジを経て、ショーン・キリアン、トロイ・フーア、ディーン・ンテール、ペリー・ストリック・ランドが加入。1986年、トロイ・フーアが脱退し、公認に、元、フォービドゥン・エビル、後のフォービドゥンのロブ・フリンが加入。同年、デモテープを2本制作し、これが元で、MCA 参加の進行レーベル、メカニック・レコードと契約。1988年、 同レーベル第一弾アーティストとして悪夢でデビュー。ロブ・フリン2011年1989年メガフォースレコードに移籍。翌年、セカンドアルバムアプレッシングザマセズをリリースするが、拷問について歌ったトーチャータクティクスの歌詞が検閲に引っかかり、アルバムからカットされることになる。ただし、セカンドの日本版のみトーチャータクティクスがカットされず収録されている。 1991年、前日のトーチャータクティクスが同名の EP としてリリース。1993年、サードアルバム、ナッシング・トゥー・ゲンをリリース。このアルバムを最後に、ロブが脱退。その後、ペリーもバンドを去り、自然消滅の形でバンドは解散。2001年、トージガンとの闘病中だった、テスタメントのボーカリスト、チャック・ビリーのベネフィットコンサート。 スラッシュ・オブ・ザ・タイタンズが開催され、フォビドゥン、ヒーゼンらと共に、当バンドも参加。これを契機に再結成の形で、バンド活動を再開するが、ロブは本業である。マシンヘッドでの活動もあり、復帰はかなわなかった。数人のサポートギタリストが入れ替わる形で、2003年頃まで活動を続ける。2002年にマシンヘッドを脱退したアール・ラスターの後任として、 フィルが移籍したことに伴い、事実上バンドは活動停止状態となる。2018年、フィルのマシーンヘッド脱退が報じられ、バイオレンス再々結成の噂が立った。翌年2019年、悪夢をほぼ完全再現するライブを機に、本格的に活動を再開させる。スタジオアルバムその他、ありがとうございます。